ゲーム案考えてみました。お、卓球のようにお互いにホニャララする伊藤さん、ホニャララするよしきさんとお互いに交互が相手に、言われた相手に言って、その言われた相手はそれをしながら返事をするゲームっていうのはいかがですか。例えば、まあ、よしきが伊藤さん、はい、はい、っていう、で伊藤が可愛いよしきさんって言ったら、よしきさんは可愛くはいみたいなのを繰り返す。ああ、なるほど。はい、最初は最初一旦ずつは名前を最初普通に言ってから、そっからちょっとスマッシュを叩き合ういます。じゃあ一周普通に名前だけで言うんじゃね、はい、よしきくん、はい、伊藤さん、はい、かわいいよしきくん、はい、かわいい伊藤さん、はい、かっこいいよしきさん、はい、土壌すくいをする伊藤さん、はい、土壌すくいをするよしきくん、おい、はい、おい、ディズニーで楽しい伊藤さん、はい、虎に追いかけられるよしき、はい、はい、象に踏みつぶされてる伊藤さん、蜂の巣に当たってしまったよしきさん、はいはいはい、はいなんかすごいまずいものを食べた伊藤さん、仕事の後の美味しい一杯よしきさん、はい、なんかすごいまずいもの食べちゃった伊藤さん